よさみみやけは、川地国に設置された大和朝廷の直轄地。成立の事情は、はっきりしないが、よさみ池と同時に、周辺の土地が改作されたものとみられる。五世紀代と推定される初期のみやけは、大和王権の経済的基盤として、機内及びその周辺に設置されたものが多いことが、うかがわれる。崇人天皇は、農業は、天下の大元であり、 人民の頼みとするところであるが、大阪狭山市狭山の田は、水が少ないので、池や溝を掘ろうという御事の利を出し、その年のうちに、よさみ池を築造している。よさみ宮家の名が初めて資料に登場するのは、推定人徳43年、よさみ宮家の、あゆはずいにしえが、あだしき鳥を捕獲し、人徳天皇に立てまつった、という記述である。この時、くだらからのトラ人、 酒くんは、ともちとくだらでは、呼ぶことを説明しており、そこから高いべが設立され、高がりが行われた、という説話になっている。次に、三宅の名前が登場するのは、水古天皇15年、和国、山城の国、河内国に、池や溝を築造した、という記述があるのだが、続けてまた、国ごとに三宅を置くとあり、この時に、よさみ池も、 改めて築造されているので、三宅も再設置されたものと思われる。高玉天皇元年5月、河内国の与佐見三宅にて、九だの王子で日本に亡命してきた行儀らを呼んで、車両を見せた、という記述もある。以上のように、大和王家にとって重要な拠点である三宅であったと思われ、田畑だけではなく、大王家の両場があったことが推定される。位置については、 和名類受賞によると、摂津国住吉郡大羅郷、河内国田寺比郡与佐み郷、三宅里の地域であろうと推定され、現在の大阪府住吉区阿鼻子町、庭井町から大和川の対岸、松原市店全町、三宅にあたる一帯を指す広大なものだったと思われる。堺市の方まで広がっていたとする説もある。ありがとうございます。